今日のサンシーロはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は西岡明彦、解説には今日も笑顔が爽やかな福西崇史さんをお迎えしています。注目の一戦になりそうですね。ピッチの選手たちもこの試合に向けて気合は十分のようですね。いい試合を期待できそうです。相手にボールを渡してしまいました。サイドを変えます。サイドへ展開します。いい狙いでしたがスルーパスが強すぎました。スピードのないシュートでした。危険な位置です。緊張感が増してきます。頭越しにパスを送った。相手に渡ります。ドリブルで崩します。ワイナルドゥム入った。先制点。早くもスコアに動きがありました。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。ディロン、慎重なパス回しです。ディロン、これはまずいパスでした。相手に渡ります。スローインでのリスタートとなります。危険な位置です。緊張感が増してきます。ベンゼマ、見事なパスカットです。さあどうする。ナイスディフェンスです。味方を使うでしょうか。チャンスにできるか。クロスがゴール前。ここで網にかかる。スローインからゲームは再開です。サイドをえぐって中を見る。攻守の切り替えが大事です。強い当たりだ。マークを外せない。体に当たった。ディロン、惜しい場面でしたがここで奪われました。走り込んだ味方にスルーパス。サイドが空いています。素晴らしいボールだ。絶好のチャンスでしたが決めきれません。リードを広げられたんですけどね。こういうミスをしていると後で後悔することになりかねません。ベンゼマ、
ワイナルドゥム。高い位置からプレスをかけます。ボールを取った。ディフェンダーがうまく読んでいました。ディロン。ディロン。パスをつないできましたが、ここで奪われました。素晴らしいボールです。前のスペースを狙う。攻撃を断ち切れていない。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。ここはキーパーが死守。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。スタジアムも盛り上がってますね。ハーフタイムを前にしてホームチームが追加点を挙げました。あれで主導権を握りましたね。後半へのアドバンテージになりました。後半が始まります。この選手が支点となってパスを回しています。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ディロン。パスがつながる。ゴールを奪い1点差に追いつけるか。何を狙うのか。入ったかと思いましたが、ディフェンスがブロック。中に入れた。危ない場面もディフェンスがクリア。スローインになりましたが、ピンチが続きます。スローインになります。これをチャンスとしたい。ディロン。戻します。さあ決められるか。素晴らしいタックル。ピンチの芽を摘み取りました。カウンターアタックのチャンスです。相手に渡ります。これは見事なインターセプト。決まれば1点差。ゴール。相手にプレスをかけ続け、奪ってから見事に得点しました。素晴らしいプレーです。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。
ベンゼマ、いいところに出します。いい位置です。見事なパスカットです。おっとボールを失いました。ディロン、いいボールが出ました。入れば同点となります。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ボールをサイドへ振りました。これはチャンス。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ディロン、慎重なパス回しです。あっとこぼれた。サイドのスペースを使います。ループで狙う。決まればハットトリックというシュートは惜しくもゴールを外れていきました。これは決まったと思いましたがね。惜しかったですよ。ヤング、ゴール前に入ってきました。いいカットです。ピンチを防ぎました。絶妙なパス。シュートを打ってきた。このシュートはディフェンスに止められます。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。見事なロブパス。まずは1点返したい。見事なタックル。ボールを取り返しました。ワイナルドゥム、パスが軽やかにつながります。テンポがいいですね。ボールを運びゴールに襲いかかります。サイドへパスを出します。インターセプトでチームを救いました。ディロン、決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。これはよく見ていた。見事なスルーパスでしたがキーパーが一歩早かったか。ボールを持って上がります。裏も見えていたのか。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。見事なロブパス。試合終了です。ホームチームが勝利を収めました。いやー、うまい試合運びでしたね。リードを保って見事勝ち切りました。こういう試合で勝ち切れるチームは強いですよ。